ジネスフラッシュ。今回は笑顔のあふれる人生を送ってほしいという思いから、通常の歯科治療に加えガミースマイルの治療を積極的かつ高度な技術で行っている園部雅史が登場。さらに体に優しい住宅、無添加住宅の建築に加え化粧品開発を行っている住建情報センターの代表小泉秀明、開発担当の加藤康信をスタジオに招き詳しく話を聞いた。ぜひお見逃しなく。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気でしょうか。元気でしょうか。元気です元気です。ちょっと2人に聞きたいことがあるんです、はいはい、いや新しい言葉を耳にしまして、はい、ガミースマイル。ガミースマイ ル, マイル知ってます。いや全然これガミ、ね、ガミガミしながら怒りながら笑う怒りながら笑う感情が怖いです。わかんないね入り乱れてる人なるほど、なんですかね。いやわかんないんですけど、ちょっとねぜひ聞いてみたいと思うんですが、今回最初にご紹介するのは2006年に東京白金高輪で歯科医院を開業し、あなたの人生で最後の治療をと願うこちらの企業様です。ガミースマイル、この言葉を皆さんはご存知だろうか。簡潔に説明すると、人が笑った際に歯茎の露出範囲が多くなっている状態を指す。友人や家族が同じような状態だったり、実際に今このガミースマイルで悩んでいる人も多いのではないだろうか。笑う時に口元を手で覆ってしまう。学生時代友人から指摘されて、それ以降思い切り笑うことができない、そもそも治すことができるのだろうかなど、なかなか相談できる人も周囲におらず諦めてしまう方も多いだろう。そんな中、笑顔のあふれる人生を送ってほしいと、研修医時代から当時日本では珍しかったガミースマイルの治療をいち早く学び、現在多くの患者の笑顔を取り戻し、その後の人生を変える手助けをしている男がここにいる。オーラルビューティークリニック白金、医療法人社団 SDC 理事長園部雅史。オーラルビューティークリニック白金では、通常の歯科治療はもちろん審美や予防に力を入れており、代表の園部をはじめ経験と技術を兼ね備えたスタッフ陣が高品質の医療サービスを提供している。ガミースマイルの治療、素人から見ても高度な技術や経験を必要とすることが予想されるが、なぜ園部は当時まだ日本に多く普及されていなかったガミースマイルの治療法を学び、現在国内トップクラスの実績と信頼を得るまでに至ったのか。そのあたりを詳しく伺うべく、園部雅史をスタジオに招き話を聞いた。なんでこの治療を始めようって思われたんですか。僕がですね、まあ、研修医の頃というか、はい、まあ、インターンの時にですね、僕の、まあ、今の妻なんですけど、当時彼女、うん、今の妻がもガミースマイルで悩んでまして、そうですか。まあその治療法があるっていうのは知ってたんですが、うん、もちろん やったことはないので、海外の文献とかいろいろ調べてですね、まあまあ、英語をちゃんと訳して自分なりに勉強して、まあ、実験台になってもらいました、うん、あの彼女はですね、はあ、本当の愛だ、うん、それは
まあ、実験台としてもう本当に最初はただ出てる歯茎を切ってみて、見たぞ、切ってみたら一瞬治るんですけど数ヶ月です戻るんですよ、そうなんですか、まあ、傷治るのと一緒みたいな感じで、うん、切ってもまた再生するみたいな。それも書いてあったんですか？それも一応書いてありました、ね、書いてあって、まあ、本当かなっていうことで実験台になってもらったので、でやはりっていうことで、はい、その歯を支えている骨の部分もちゃんとしたその解剖学的に正しい距離っていうのがあるので、はい、骨がこの位置にあると歯茎がこの位置に来ます。なるほど。歯のこの骨じゃなくて、歯の骨じゃなくて、この支えてるこの下と上の、そうですね、この骨ですね、はい、歯と歯茎を支えてる骨ね、歯槽骨っていうところの、その距離、その設定位置に応じて歯茎がここに治るんですと。だから歯茎だけ切っても骨の位置が変わってなければ戻ってしまうっていうのを、痛い痛い、今の説明が、はい、はい、それでまあ文献と実際とのまあ、少し文献といえばずれて、あの海外の文献なので外国の方だったり、はいはい、あの死んでしまった方の統計的なデータなので、やっぱりちょっと生きてる方とはやっぱ少しギャップがあるところを、まあ、彼女の体を使って確認をしてです。それは彼女時代ですか？彼女時代です、ね、奥様になってからじゃなくて、なってからじゃなくてすげえ奥さんに俺感謝するわ、すごい話。でもその経験があって今、はい、あの自信を持ってですね、うん、もうこの結果のためはここに設定するっていうデザインができ、自信を持ってできるようになったのは、まあ、彼女のおかげです、まあ、奥さんのおかげですね。それはな、あ、奥様になられたんですもんね。そうですね。それ何回かやられたわけですか？そうですね、2、3回あの手術させていただいて、あ、こうなるんだ。2回か3回かあのどっちかにはっきりしていただかないと奥様の、ね、苦労が3回だよっていうね3回だった、3回だった、はい、そうですね、はい、でももともとは奥様、彼女をあの治したいって気持ちからそうですね、はい、派生して学びも始めてってことですよね、はい、彼女も治したかったわけなんですね。そうですね、へ、やっぱりそう、あ、世の中には同じように悩んでる、その僕の奥さんもそんなに別にいいじゃんこのままでっていうレベルだったんですけど、でも本人なんですよ、うん、もう気になってるのは。だからなんか思いっきり笑えなかったりとか、うん、ちょっと笑う時にこう隠しちゃったりとか、うん、女性は特にね、そうですね、まあ、だったらもう思いっきり笑えるような笑顔にしてあげたいなという愛で、はい、優しい、はい、うん、今はもうそのもう一回こうなんていうのかな、繰り返しはもうなくなったんですか？それはそうですね、やっぱりもうあの正しい位置に、はい、設定してニコニコ笑っております。奥様素晴らしいやりましたねっつってガミースマイルに悩む人は日本だけでも数多くいるようだが、実際に治療に訪れる患者たちが抱える問題とは、そしてそれをどのように解消しているのだろうか。やはりですね、当然初めてやる手術じゃないですか、なので本当に自分の期待通りの結果になるのかっていうのはやってみるまで怖いと思うんですよ。そうですね、まあ、ここは本当に多分美容整形と一緒だと思うんですけど、例えば二重の手術するときに自分の理想通りになるのかどうかはやってみない、箱開けてみないと分かんないというところがあるので、当院ではあの最初の、まあ、美容整形でもあると思いますが、写真撮らせていただいてにっこり笑ったときの、はい、で手術するとこう改善しますよっていうもうゴールのイメージ、シミュレーション画像を見ていただいて、唇を下げる手術だとこういう感じになりますとか、歯茎上げるとこういう感じになりますっていうのを、あの比較してみていただいて、あ、自分はこっちの方が望んでる結果に近いなっていうのを、まあ、納得していただいてあの選ぶことができるので、そこの不安はだいぶ下げることができていると思います。これどんぐらいの期間かかるわけですか？やっぱかなりかかりますよね。手術自体はですね、だいたいまあ、90分ぐらいの手術1回で済むんですよね。で、まあ、手術なので、まあ、2、3日やっぱ腫れたりとかありますから、うん、歯ぐいたて唇位置を変えて、もう当然糸で縫いますので、うん、まあ、見えないところで縫いますから、
いいんですけど、1週間後ぐらいに糸取りをさせていただいて、大体もう2週間後にはあの傷口もほとんど目立たず、日常生活、はいはい、笑、思い切り笑うことができます。いいですね。もう別の人っていうか別のあれになっちゃうよね、感覚的に。自分自身がだって今までこうやってしてたものがはーって笑われてるのが全然違う、うん、ね、自信を持って笑えるだけで生活も、ね、明るい顔になりますね、うん、変わりそう。そうですね、ね、患者様からのお手紙もね、はい、ありがとうございますって丁寧にね、うん、もう自信が持てるようになりましたってこう書いてありますよ。そうですね、岩手からわざわざ来ていただいて、やはり先ほど言ったようにやっぱり手術前はそうは言っても不安だったり、不安だらけでしたね。画像のシミュレーションもそうですし、サポートしているスタッフの声かけだったりですね、まあ、お悩みに寄り添うような、そういうところも大事なサービスだと思いますし、皆様が丁寧に接してくださり、はい、安心して手術を受けることができましたって、綺麗な院内だってね、とてもリラックスして受けることができましたって書いてありますよ。やはりその患者さんのその手術後のですね、人生がやっぱり大きく変わる、治療法だと思ってまして、やはり人生の中で笑顔が増えるだったり、思い切り笑えるっていうのはすごく大事ですし、うん、その人の周りの人にも大きな影響を与えていくと思うので、その治療法が知らないで悩んでる方がまだまだ多いので、もう1回の手術でこれだけ人生がこう輝くような形になるっていうのは、もう本当にみんなに知っていただきたいなと。したらやっぱり自発的に来るものね。そうですね、知らなかったら動けないし、うん、コンプレックスであれだけども、気がついたらこういうね、先生からこういう説明を、うん、まあ、テレビを通じてもね、うん、そういう形になれたら自分からこう動きたくなるね、多分ね。今後の目標って何ですか？そうですね、やはりまだまだガミスマイルっていう言葉自体が世間に認知されてないので、悩んでても治せるっていうことを知らない人がまだまだ全国に多いと思うんですよね。なので、まあ、こういう機会を通じてもう本当に簡単にコンプレックスっていうのは解決できるっていうことをまず知っていただいて、で、まあ、いろんな時間とかもちろん費用面が条件が合えばぜひ関わらせていただきたいなと思っております。園部さんにとってスマイルって何ですか？そうですね、スマイルは僕はもうその顔の表情の中で一番美しいのが、まあ、笑顔だと思うんですよね、うん、その一番美しくて、まあ、人生の中で一番笑顔の時間が長くなるのが豊かな人生だと思うので、その笑顔が思い切りできないっていう状態って非常に辛いなと思うんですよね。なのでやはり自分自身もそうだし、周りに対してもこう明るいエネルギーを伝えるっていうのが、まあ、笑顔だなと思いますので、そういう笑顔がより増えるようにサポートしていきたいなと思っております。かっこいいね、もう先生自体がもう自身がかっこいいからね、うん、先生に治療してほしいっていうね、そういう方もおられると思いますよ。はい、か魅力だもんね、笑顔がいっぱい世の中に溢れるように、はい、先生の今後期待しております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに、販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力、いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか？販売後も経営支援をする、エストラボ。食品や花粉などのさまざまなアレルギーやアトピー性皮膚炎、口外と言われている喘息など、時代の変化とともに我々を苦しめている病気は数多く生まれている。住んでいる環境や季節など原因は様々だが、体調を崩したり重度の人にとっては命に関わる問題だ。動物や食品のアレルギーなどは自分自身である程度予防ができる。しかし中には知人の家や自分が住んでいる家にいるにもかかわらず、
その家の壁や床、塗装に使われた素材に体が反応し、皮膚が荒れたり咳が止まらなくなったりと深刻な悩みを抱えている人たちがいるのだ。そんな中、化学物質を一切使用しない家、無添加住宅の建築を行い、生活を送る中で深刻な悩みを抱えている人たちに希望の光を与えている男たちがここにいる。株式会社住建情報センター代表取締役小泉秀明、開発担当加藤康信。株式会社住建情報センターでは、不動産、住宅建築、リフォーム、飲食業、通販業など幅広く事業を展開している。住宅メーカーで勤務していた小泉が起業し、不動産業から始めた住建情報センターが現在、無添加住宅など体に優しいものづくりを行っている背景には、小泉自身の幼少期の体験が大きく影響していたようだ。その気になる理由、そして実際にどんな素材を使って建築しているのかなど、代表の小泉秀明、開発担当の加藤康信をスタジオに招き話を聞いた。なぜ無添加住宅なんですか？はい、それはですね、ちょっと話すと長いんですけども、はいはい、無添加住宅をやるきっかけになったっていうのは、その不動産やってる時に、先ほど言ったようなちょっと体が弱い方のお客さんの土地探しっていうのがちょっとあったんです。で、その方がうちに訪れて、こう新築の家が住めない、新築のアパートとかずっと住めなかったんだけども、今度まあ子供も大きくなったんで家を建てたいな、でも私たちの住める家ってあるのかなっていうのを相談があったんですよね。で、まあお客さんと一緒に、じゃあそういう家ってないのかねってこう探していく中で、この無添加住宅っていうのをまあ出会ったというような経緯ですね。で、まあそれでお客さん喜んでいただいて、あ、これだったら自分たち住めるなっていうのが始まって、で家を建てたんです。で、はい、そしたら全く同じようなお客さん、ご家族がまたうちにちょっと土地探しに来られたんですね。もう奇遇なんですけども、そしたら、まあ、僕たちもその経験があったので、ああこういういい住宅ありますと、引き合うんですね。そうやってやっぱり引き合うんですよね、偶然じゃなくてね。多分でそういうのがまあ短い間にこう2回ありましてね、ああよかったよかったと、まあ、人助けできたんでよかったねなんてことをやってたら、その、まあ、無添加住宅をやってるその本部の秋田社長という方が、僕たちのことを見て、君ら珍しいねと、こんな短い間にこう住宅をこう、ね、紹介する会社ってなかなか珍しいねなんて言って興味を持ってくださって、ちょっとお会いする機会があったんです。でその時に、あ、なんだ君らもともと住宅やってたんだねっていうお話になりまして、まあそうですね、ただ無添加住宅素晴らしいですね、私実は子供の時喘息、その公害認定患者っていうちょっと経緯があったんで、はい、あ、そうだったんですか。こういう家っていうのは本当に僕らみたいなね、体のちょっと弱い人間は、はい、大事ですよねなんて話をしたら、逆にですね、君みたいな人がこういう家を売った方がいいんだよと、逆にこう説得されて、また逆に応援するから、不動産もやりながらだけど、住宅もう一回やりなよっていうような感じだったんですね。なるほど。でも実際のところ、はい、そういう家を、はい、そういうものを使わずに建てられるもんなんですか？建てられます。うちで使ってるのは例えばですけども、はい、屋根なんかは天然の石なんですよ。山肌を削ってきた石を精製してそのまま、だからまあ本当にもう何にも加工してない、その石だけ、石を切ってるだけなんですね。それとか屋根が石なんですか？そうなんです、そうなんです。瓦とかそういう意味じゃなくて、もう屋根自体が石なんです。石のこう重ねていくっていうような感じなんですね。それとか木ももちろん木材を使ってますし、うん、あと内外その壁にはですね、漆喰という、もともとそのお城とかにこう塗ってるあの白いやつです。あれを塗るんです。
で、とにかくだからもう本当に室内にはですね、本当に化学物質を全く入れない、あの極論を言ってしまえば、建築現場を見に来たお客さんの子供さんがですね、こうペロッと舐めてこう口にしても大丈夫だよっていう素材だけでやってるんです。はあ、できるんですね。できるんですね。続いては長年苦しめられている悩みを解消すべく、住建情報センターを訪れる人たちの反応や様子について聞いた。あのまず一番多いのが、ちょっとこれも私は初めてからびっくりしたことなんですけど、お医者さんが来るんですよ。お医者さんが、お医者さん、はあ、ご自身が、で健康住宅というものをこう辿ってくるんだと思うんですけど、まあ、お医者さんは多分職業柄、その体に関することだとか、その害ですよね、その有害物質のこと、多分一番詳しい方々だと思うんです。でその方たちはずっとこう健康健康で辿ってくると、私どものところにやってきますね。で、まあ、実際に去年私どもも3棟ほどお医者さんのお家やってますけど、あ、お医者さん来るんだなっていうのはまず1点目ですね。でもう一つは、先ほどお話しした通り、その現にもう症状の出てる方、アレルギーとか、それとかシックハウスとか、もう子供が喘息だよとか、そういうことでやっぱもう現にお困りの方が来ます。で最後にやっぱりそういうことをこう心配されてる方々が来るっていう感じですかね。まあ人それぞれによって違うんだろうけども、そのじゃあ住宅を建てられたら、そういう反応って収まっちゃったりするの？そうですね、あのほとんどっていうか、まあゼロなんで、で実際問題、あのモデルハウスに来た方の典型的なところはですね、あの冬じゃなくて、夏ですね、夏初夏なのに毛糸の帽子とかかぶってくるんですよ。で手袋をはめてくるんですよ。でマスクもこのぐらい大きいやつをやってモデルハウス来た方いるんですね。ついこの間あの建築終わった方なんですけど、奥様がもうありとあらゆるところをこう隠してモデルハウス来たんですけど、あ大丈夫だったら外してくださいねって言ったら、30分ぐらいしたらこうマスクを外してみて、あ大丈夫かもしれない、でその後また30分ぐらいしたら手袋も外してみようかしらって言ったら、手袋外して、まあ帽子も外してみたいな感じで、あここだったらなんとか大丈夫だなっていうことでうちで建ててもらうことは決まったんですけど、もう体で分かっちゃうんですね。切実ですよね。だから本当に重装備で来るんで、えって思うんですけど、僕たちそういうお客さん結構見てるんで、あこの方もね今大変なんだなと思って、あの分かるんですけど、人助けだよな、素晴らしいよな。さらに住建情報センターの通販事業部では、無添加住宅で学んだ知識や技術を生かし、乾燥やアトピー性皮膚炎に効く体に優しい化粧品の開発販売を行っている。そんな画期的な化粧品について、開発担当の加藤康信に詳しく聞いた。今の話の中にあった、体に悪いものは使わないっていうのが無添加住宅の思想になりますので、そちらをテーマにして今回全身美容液のウルシズというものを販売することになりました。試しに手につけてみようかと思うんです。僕の方が年がいってて分かりやすいんじゃない？うわすごい、もうあっという間にやってる。でも黄色くて、あら気持ちいいね。いい香り、あらあら優しい香りで、はい、無香料なんですけど、木肌エキス、木肌エキス、はい、うん、自然な、大枠という、木の樹皮のエキスが入ってます、はい、ね、匂いなんかあっちゃいけないのかと思ったら、すごく、ね、そういう感じしたんだけど、爽やかな匂いしますね、これ、あ、しっとり、すでにね、結構すぐ馴染みますね。そうですね、あ、いいですよ、本当にこれね、エリちゃんだと弾くなのかな、弾くちゃダメですなと思うけど、俺の前もうスーッともう入っていっちゃうからね。私もしっかり吸い込んでますよ。素晴らしいね、そうして気持ちいいね、もちもち、そういう、そうですね、で、まあ、あのやっぱお子さんなんかもすごく乾燥すると痒くて眠れない、で、うちのお客さんでやっぱりひどいお子さんはね、こうかきむしっちゃうらしいんですよ、夜中、いやすごいですよ、寝ながら、でそういうのはやっぱ少しでもこう緩和できるようにっていうことで、あの顔にも使えますし、もう全身にも、あ顔にもいいんですか、もちろんこれ顔にも全然使えるものなんですけど、全身にあの使っていただけるような、敏感肌用美容液、はい、全身塗れるっていうのがいいですよね、お顔だけじゃなくて全身もたっぷり、はい、
加藤さんにお伺いしたいんですけど、はい、でもこれだけ体にいいものにこだわってらっしゃるってことは、はい、商品開発っていう目線から見ると、うん、やっぱりかなり大変なんじゃないですか。そうです、まあ苦労っていうわけではないんですけど、うん、まあ、無添加住宅やってますので私たちが作るものは、まあ、これは安全ですねっていうレベルまで、うん、持っていかないといけないっていうのはありましたので、うん、まあ、そういうところで化粧品とか石鹸シャンプーの何て言うんですかね、安全性について多くを評価している専門家の方にこちらの商品の成分表とか、あとサンプルをお渡しして使っていただいて評価の方をいただいたりとかもしました。本当に化粧品も何だろう、いろいろ幅がありすぎて、またネットとか情報もたくさんあるので、ただそういった中で無添加住宅にこだわってらっしゃる皆さんがあえて作ったというとかなり説得力があるなと。そうですね、まあ、そこでご信頼いただければと思うんです。僕らその家作りの中でその全くその有害なものを使わないっていうところに関してはプロなので、うん、まあ、その私たちが、ね、ギリギリのところをいろいろ工夫をしながら作ったのがこの美容液なので、うん、安心して使っていただけます。先ほど言ったようにその厳しい専門家の方にもですね、本当に何て言われるかわからないながらも、うん、こう出してきて、で僕らも本当コメント返ってくるのでドキドキしてたんですけども、うん、いやこれならいいんじゃないかっていうのをですね、お墨付きもいただいたので、多くの方に多分使っていただけるんじゃないかなっていうふうには自負してます。素晴らしいわな。自らの体験、何より困っている人を救いたいという思いから、今後は石鹸やシャンプー、衣類、食品など体に優しいものをお客様に提供し続けていきたいと語る代表の小泉秀明。そんな男が心に刻む格言とは。まあ、会社をやっていく上で僕たちやっぱりその自分たちの気持ちっていうのが、うん、大事だと思ってますんで、まあ、思いは実現するっていうのをいつも思いながら会社経営の方をやっていってます。で先ほど言ったように本当に一人でもね多くの方のこう困りごとっていうのをこう解消できるようなそういう企業としてやっていきたいなっていうふうに考えてます。素晴らしいですね。それが多分最先端にこれからなっていくと思うので。そうですね、そうなってほしいなと。そこを皆さんにもどんどん広げてやっていただければと思います、はい、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。給料は上がらず、今後の見通しも立っていない。俺はただひたすら毎日満員電車に乗っては窓から空を見つめて言うのだ。ああ、お金さえあればな。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。なぜ彼はコインランドリー投資を選んだのか。この本を書いたのはコインランドリー投資の第一人者の三原淳さん。副業で儲けたい、でも今いる会社は辞めたくない、それならコインランドリー投資が一番と、物語仕立てで分かりやすく三原さんが精魂込めて書き下ろした一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。